皆さん、こんにちは。実力派女優として、さまざまなドラマ、バラエティで活躍している松下由樹さん。50代に突入した松下由樹さんは、お母さん役もハマっていますが、結婚などのプライベートな面はどうなっているのでしょうか。また、松下由樹さんには、レズ疑惑も出ているようです。今回は、そんな松下由樹さんの結婚やレズ疑惑、年収について調査しました。ではまず、松下由樹さんの経歴についてご紹介します。松下由樹さんは、愛知県名古屋市出身の1968年7月9日生まれです。出生地は北海道の名寄市です。中学3年生で映画「愛子16歳」のオーディションに合格したことで芸能界へ入りました。このオーディションを受けた理由は、名古屋の地下鉄で配っていたビラを見て引っ込み思案の自分を変えようと思ったことがきっかけだったそうです。その後、ドラマ「3年 B 組金八先生」や映画「この胸のときめきを」などに出演し、そしてデビューから6年後、テレビドラマ「おいしいのが好き」で初主演を務めました。この翌年に放送された「思い出に変わるまでは」では、婚約者から恋人を奪う妹役を演じた際の視聴者からバッシングを受けるほどの演技が話題となり、これ以降、松下由樹さんは多くの作品に出演することとなりました。この「思い出に変わるまでは」から2年後の1992年に映画「新・同棲時代」「波の数だけ抱きしめて」で初の日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。1996年には自身の代表作となる連続ドラマ「ナースのお仕事」で準主役として出演。これ以降、ドラマ4シリーズ、映画化もされる人気作となっています。この後も人気は全く衰えることなく、年齢を重ねた今も数多くの作品に出演し続けています。そんな松下由樹さん、長らく芸能界で活躍されていますが、その年収はどれほどなのでしょうか。これについて調べてみたところ、約5500万円ほどではないかという意見を見つけました。毎年複数本のドラマに出演し、映画にも出演されています。 CM でもたびたび見かける松下由樹さんなら、この金額でも驚きはありませんよね。もちろん本当の金額は分かりませんが、芸能界でも売れっ子であることは間違いありませんので、かなり稼いでいることは間違いないでしょう。ドラマでも CM でもお母さん役や妻役が多く、良妻賢母なイメージがある松下由樹さんですが、実は結婚は一度も経験しておらず、独身なのだそうです。しかし、結婚秒読みとまで報じられた方がいます。その方とはマイリトルラバーの元メンバーで音楽プロデューサーの小林武史さんです。ミスター・チルドレンやサザン・オールスターズ、バックナンバーなどをプロデュースされている名プロデューサーです。1992年にバリ島からジャカルタ経由で成田空港に戻る機内で、当時24歳だった松下由樹さんが当時33歳の小林武史さんに膝枕してもらいながら毛布にくるまっているところを女性誌にキャッチされ、一つ毛布のバリ島婚前旅行と報道されました。さらに2人を知るスタジオミュージシャンは、あの2人は恋人同士というより結婚直前、交際だって3から4年にもなるでしょうという証言も記載されており、実際交際がスタートしたのは1987年だと言われています。この報道を受け、小林武史さんは交際を認め、松下由樹さんの事務所も小林さんとは仕事でもプライベートでもとてもいいお付き合いをさせていただいていますと公認コメントを出しています。1993年、小林武史さんは世田谷区内に1億5000万円の超高級マンションを購入して、松下由樹さんと同棲を開始しました。小林武史さんは山形県の両親にも松下由樹さんを紹介し、両親も早く孫の顔を見せてほしいと結婚確定お祝いムードだったそうです。そんな松下由樹さんと小林武史さんの関係が急展開したのは1995年9月でした。
小林武史さんから別れを切り出す形で破局が報じられ、世間を驚かせました。8年間という長い交際期間でしたが、理由は小林武史さんの浮気だったのです。小林武史さんは松下由紀さんと破局した翌年にマイリトルラバーのアッコさんと出来婚したのです。ちなみに小林武史さんはアッコさんのことはデビュー前から知人の紹介で知っていたようで、デイリーのインタビューにてアッコさんの第一印象について、シンプルな明るさを持ってる子だなと、少年性みたいなのを感じた、低域から高域までにじんでるような声が面白いと思ったと語っていました。最初は音楽プロデューサーとしてアッコさんに興味を持ったようで、1995年5月、マイリトルラバーは小林武史さんのプロデュースでデビューしたのです。1995年の9月に小林武史さんは松下由紀さんと破局してるわけですから、マイリトルラバーデビュー早々、小林武史さんとアッコさんは親密な関係にあったと思われます。同年冬には小林武史さんもキーボードとして正式にメンバー加入し、翌年1996年に小林武史さんとアッコさんは出来婚するのです。しかし2006年に小林武史さんは人とようさんとの不倫が報じられ、これが原因で2008年にアッコさんと離婚しました。2005年の夏に開催された AP バンク05という音楽祭の主催者の一人が小林武史さんで、人とようさんは出演アーティストとして出会ったのです。そして2007年、小林武史さんと人とようさんの不倫がフライデーされました。その時には小林武史さんには妻アッコさんがいて、不倫や略奪愛と話題になりましたが、なんと人とようさんにも婚約者がいたそうです。2008年にアッコさんと離婚した小林武史さんは2010年には人とようさんと同棲しており、これは不倫略奪再婚かと思いきや、2014年に破局されています。破局理由については、小林武史さんが既婚者だとは知らなかったこと、家庭があることを知っても不倫を続け、結婚出産の希望もあったがそれは叶わず別れたと、人とようさんが週刊誌に不倫告白という形で暴露しています。そんな小林武史さんが松下由紀さんと破局した1995年といえば、松下由紀さんは27歳、まさに結婚適齢期、しかも8年間もの交際期間、アイノスマンションへの引っ越し、周囲はお祝いムードの中で突然告げられた別れ、小林武史さんのありえない裏切りに精神的なダメージは計り知れなかったことでしょう。立ち直るまで大変だったに違いありません。しかし女優という道で成功し、第一線で活躍し続ける松下由紀さん、余計なお世話かもしれませんが、ぜひとも女としての幸せを掴んでいただきたいものです。年齢的にも夫婦役や母親役を演じることが多い松下由紀さんですが、結婚願望については過去に出演されたフジテレビ系堂本兄弟にて、結婚願望がない、無理せずにしたい時にするのかなっていうぐらいの感覚だと話されています。男性不信に陥ってしまっていたらかわいそうですよね。松下由紀さんが49歳の時に出演したフジテレビ系ダウンタウンナウの本音ではしご主にて、優しい人がタイプと語っています。男性に求めるハードルは全然高くないようで、結婚できないじゃなく結婚しないみたいです。今は晩婚でも珍しい時代じゃないですし、結婚という形じゃなくても松下由紀さんを癒してくれる優しい男性が現れるといいですね。長らく独身を貫いている松下由紀さんには恋人が女性でレズではないかという噂も立っています。実際のところ松下由紀さんがレズなのかどうかは分かりませんが、松下由紀さんがずっと独身のためにそのような噂があるようです。同性愛者の方は同性愛者の人が分かるようで、同性愛者の方が松下由紀はレズで同性愛者だよと話していたこともあるそうです。またある番組でおすぎとピーコさんが松下由紀さんに
あんたはこっち側の人間でしょ、と話したことで、一気に松下由紀さんが同性愛者だと広まったようですね。こちらはただの噂に過ぎませんが、いつか過去の恋愛について笑顔でぶっちゃけられるくらい自信を持てる日が来れば良いですね。これからも松下由紀さんを応援していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。